続いては法学部で行われたマスコミ業界研究セミナーの話題です。今回で8回目を迎えたこのセミナーは、マスコミ業界で活躍する本学 OB、OG の講演や質問会などを通して、マスコミ業界の現状や仕事内容への理解を深め、今後の就職活動に役立ててもらおうと、法学部と法学部交友会の共催により開かれるもので、今年はおよそ50名のマスコミ関係の OB、OG をお招きし、およそ230名の学生が集まりました。今日は第8回のマスコミ業界研究セミナーということで、たくさんの学生さんにどうぞお話ししまして、ありがとうございます。忍隆史法学部次長の挨拶に続き、中村克夫法学部交友会会長からセミナーを通じて積極的に OB、OG と触れ合い、人脈を深めるなど、今後の就職活動への一助としてほしいと挨拶がありました。皆さんに心からアドバイスを捧げます。セミナー第1部は OB、OG による業界別説明会が行われました。出版業界からは文理学部国文学科 OB 川上聡さん、エンターテインメント業界からは法学部政治経済学科 OG 渡辺滝子さん、広告業界からは法学部政治経済学科 OB 大下久夫さん、新聞業界からは法学部新聞学科 OB 榎本哲也さん。これからマスコミ業界、各業種、放送業界からは法学部新聞学科 OB 野村邦丸さん、そして以上5名の各マスコミ業界の代表者が、業界ならではの裏話などを交えた講演を行い、参加学生たちは興味深く熱心に耳を傾けていました。社会人生活、大人の生活送れないです。面白いやつじゃないです。面白いことを考えられるで、一緒にこっち側で一緒に働きましょう。ありがとうございました。第2部では各業界別に分かれ、参加 OB、OG と学生との質問会が実施され、学生たちは真剣な眼差しでそれぞれの業界に対する疑問、質問を先輩たちに投げかけていました。どんな質問？いや、なんかでもなんか仕事内容どうですかとか、なんか楽しいこととか辛いことありますかとか、そういう質問が多いですかね。実際の働いている人の話を聞くっていうのは絶対必要だと思うので、せっかく OB、OG もいっぱいいるので、そこら辺のなんか強みっていうのは活かせた方がいいんじゃないかなって思います。就活のことや業界で何をするか、そういうことを詳しく聞けて よかったです。今年で2回目なんですけど、やっぱり結構実際に聞いて、先輩たちに聞いてみてすごいためになりましたね。今までずっと放送しか興味がなかったんですけど、広告っていう業種も面白いんだなとか、いろんな再発見ができますし、結構本当の裏の生の声を聞けて、結構自分のためになってるかなという気がします。毎回セミナーの運営や進行役を任されるのが柴田修一法学部交友会幹事長、もちろん本学 OB であり現役の TBS アナウンサー、そしてこのセミナーの発起人の一人でもあります。そうですね、やはりマスコミを志望される方っていうのが、法学部に新聞学科っていうのがありますので、多いんですね。で、多い方に、私がその現役の頃はこういう催しはなかったんですよ。ですから、何かのきっかけになるためにということで、2007年から始めたわけですけれども、今回で8回目で、8回目になりますと、今日はご覧のようなその OB が50人近くもいらっしゃると。 OB の名簿は150人ぐらいなんですけども、その中で3分の1が来てくださっているということで、ですからそういう、ね、チャンスがあるので、今現役で活躍されているそういう方が来てくださるので、その方に質問をぶつけ、あるいは今後、ね、何かあった時にお話を伺っているということができればいいんじゃないかなと思っています。
このセミナーは法学部だけでなく学部を超えて参加ができるそうです。マスコミ業界に興味のある方はぜひ一度法学部ホームページなどアクセスしてみてはいかがでしょうか。